はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の条件付き確率丸2をお送りします。で、前回からね、この条件付き確率、ね、確率の動画付け足しで撮ってるんですが、これ2本目で、今回問題演習を2問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は数本の当たりくじ、これね、本数書いてないです。まあ求めたいんでね、当たりくじの本数で、それを含めてる10本のくじをまず A が1本引きます。で、大事なのは元に戻さないで B が次に1本引くと。その時に2人が共に当たりくじを引く確率が15分の2でした。じゃあ当たりくじいくつという問題ですね。で、前回の動画でね、まあ、公式やりましたけど、条件付き PAB、 これの公式は PA 分の P の A かつ B と、まあ、これがねポイントのやつでやりました。で、これの変形した形が両辺に PA かけて、P の A かつ B イコール PA かける PAB、 まあこれもよく使うよなんて話もしましたけど、で、今回これ使っていきます。で、まず大事なことはこの15分の2ってどれっていう話なんだよね。で、これは前のね、一番最後の問題かでも似たような問題やりましたけど、結局2人が共に当たりくじを引くっていうのは、例えば A が1本目当たりを引く、B が当たりを引くっていうのが、それぞれ A の事象、B の事象だと思ったら、両方起こることだよね。二人が共に当たりくじを引くっていうのは。だから、今回、ここが15分の2なんです、今。15分の2。で、当たりくじの本数を含めて、こっちも式を立てていくと。で、今回、じゃあ、全部入るかな。当たりくじ N 本だ、お前噛んだ、N 本だと思ってください。そうすると、ここ15分の2でしょ。で、まず A が当たりを引く確率っていうのは10本中 N 本当たりがあるので10分の N になります。こっちはかけるにしようか、意図的に見やすいかな。で、次の PAB に関しては A が当たりを引いたよっていう結果を含めた上で B が当たるのはいくつっていうことなので、くじがまず1本減って9本になりました。で、当たりも1本引いてるので A が、だから N 本ではなくて N-1 本になる。つまり9分の N-1 になります、 PAB の部分はね。で、ここちょっとしっくり聞いてもね、何って感じがする方は1個前の動画ちょっと見てもらえるとちょっとすっきりしやすいかもしれないです。で、あとこれ計算していくだけ、両辺90かけると、こっちちょうどね90で約分できるので、上と左辺変えますよ。入れ替えるね。こうなって、こっち90約分すると6が残るから、6に12か。で、展開すると、こう、まだ入る。はい、いけるね。で、因数分解します。ほい。で、N が4とマイナス3になると。で、マイナス3本ってありえないので、当たりくじは、4本でしたよと、ね、これで終了となります。まあ本当公式を使えば OK と、あとは場所さえ気をつければね。で、次2番ですね。こっちは若干ややこしくって、箱 AB、 箱が2つあるんです。 AB っていう、で、右の表のようにくじが入ってると。で、 AB から1つの箱を選ぶ、どっちを選ぶとかも言われてない。で、その中から1本くじを引きますと。で、当たりくじを引いたときに、それが箱 A の当たりくじである確率を求めたいんです。で、今回は、これまた使うんですけど、当たりくじを引くっていうのが条件であると確率 A になります。これ事象 A だ。当たりくじを引く、こっちね。で、それが箱 A の当たりくじ、まあ、箱 A のくじだよね。っていうのが事象 B になります。だから、ちょっと省略するけどね、当たりくじを引く確率が P
PA だと思ってください。確率って書いてないけどね。で、箱 A のくじを引くっていうのが PB だと思ってください。で、そうすると当たりくじを引きましたっていう結果がくっついた上で箱 A のくじでしたってなれば、当たりくじを引いた時にそれが箱 A の当たりくじである確率 PAB になります。求めたいものにね。だから今回その変形ではなくてこっちの公式を使っていく。 PA 分の B の A かつ B ね。でこれで計算していきたいんですけど、まず PA です。これちょっとややこしくって、 PA っていうのは当たりくじを引くっていう確率です。箱の限定なんて何もない。当たりくじを引くだけだからね。だから A の当たりくじを引くのか B の当たりくじを引くのか、それぞれを求めて足す必要があります。当たりくじを引くって言ってるだけなんで。だからまず A の当たりくじを引きますっていう確率は、箱をまず1個選ぶじゃん、 A っていう、 A と B っていう箱から1個選んでるので2分の1がきます。箱 A を選びました。じゃあ箱 A を選んだ上で当たりを引くのは10本中3本だから10分の3ですねっていう、これが箱 A の当たりくじを引く確率で、プラス B も同じです。 B の箱を選ぶために2分の1で、 B の箱を選んだ上で、当たりくじを引くのは5本中2本なんで5分の2となります。で、これ20で通分した方がいいかな、20分の4だから7か。これが PA です。当たりくじを引くっていう確率で、分子の PAB は A かつ B なので、当たりくじを引く、だから箱 A の当たりくじを引くっていうのが PAB です。ちょっとこれややこしいんですけど、当たりくじを引いた時、その条件結果をつけた上での箱 A の当たりくじでしたとはまた別ね。これ話は単純に箱 A の当たりくじを引くっていう確率はさっきやったこれですね。箱 A を選びました、当たりくじ引きましたっていうこの部分が来るから、分子は20分の3になります。なので無理やり書くと20分の7分の20分の3です。で、分数分の分数は分母が一緒の場合切っちゃって構わないので7分の3となって、これで終了となります。計算シンプルなんだよね、非常にね。シンプルなんですが、やっぱりここも PAB と PA と PA かつ B と、これの区別がしっかりつけれるかどうかが、まあ勝負の分かれ目かなとは思いますね。いいかな。では今回は高校数学数 A の条件付き確率丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回ですね、このちょっとくじの関する問題、もう一パターンかやっていこうと思いますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。